5247、大森翼。一層でも多く船券に絡めるよう頑張ります。そして大外6コース、130期ルーキーの大森翼、デビュー戦の6コースです。枠なり3対3、2つに分かれました第6レースの予選競争。2号艇西村、人気の中心、人気の相手1号艇の坂東です。インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。インから1号艇坂東、4コース4号艇中村、コースタートを切って1マークです。インから逃げの体勢、1号艇の坂東、2号艇の西村が差しに構えてまくっていく、3号艇の木下、さらにまくり出し狙っては5号艇田中でバックへ入っています。トップ争い、逃げる1号艇坂東、まくり出しから5号艇の田中達彦、並んでかわしていくか。3番手は2号艇の西村、内に4号艇の中村、後方3号艇木下、6号艇の大森。スタートは前提正常でした。トップ5号艇の田中、コーナー先手か、内から4号艇の中村、差して1号艇の坂東でホームに折り返しています。5号艇の田中達彦単独先頭浮上、1号艇の坂東が2番手。5-2-5-5、藤原戦時、とにかくいっぱい稼げます。そして6コースはこれがデビュー戦です。藤原戦時、阪神タイガースがリーグ優勝した2003年の11月生まれ。名前の戦時はこの年タイガースを優勝に導いた星野仙一監督が由来です。3対3の枠なり。第7レース予選競争、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。4カロ4号艇太田、トップスタートを放った。さあ太田が絞っていくか、一周1マーク、4号艇太田、スロー3手を飲み込んでマグで切った。5号艇の君島がマグさせていく、バックステッチ入って、さあトップ争いは5号艇4号艇2艇、うち捉えた5号艇君島、4号艇太田と並んでおりますが、うちを通って5号艇の君島、わずかに体勢有利か、いや外から4号艇の太田が絞り込んでいく。5号艇君島抵抗する、一周2マークの攻防です。スタートは正常でした。5号艇の君島の隙に回って、4号艇の太田の外を待って2番手、3番手には1号艇の加藤正幸、上位の3人は541。